豊岡市で今日から始まる演劇祭を前に、昨夜劇作家平田織座さんが主催する劇団が舞台のリハーサルを行いました。平田織座さんの代表作東京ノートのインターナショナルバージョンとして7カ国語によるセリフでリハーサルに臨んだ劇団青年団のメンバーたち。豊岡市では演劇の力で街を盛り上げようと、平田さんが中心となって来年からの本格的な演劇祭開催を企画。そのプレイベントとして今日から第0回豊岡演劇祭が開催されます。東京ノートは近未来の美術館を舞台に、世界大戦が起こるヨーロッパから避難してきた名画の前で来館者が恋愛や家族の話を繰り広げる物語で、今回特別に地元の中学生も出演し、英語のセリフで演技に挑戦します。Yes. Are you Chinese? No, no, Taiwan. May I ask some questions? Yes. 今回も7カ国の俳優がこの作品出てるんですけれども、ますますこうインターナショナルにしていって、で世界中の俳優たちが演劇人がここに来ることに憧れを持つような街、憧れるられる演劇祭にしたいと思っています。演劇祭はあさってまで開かれ、城崎国際アートセンターと伊豆市永楽館で東京を拠点とする4つの劇団による作品の上演が行われます。